네네. 자, 32강은 끝났습니다. 아, 와. 16강으로 넘어가시죠. 네. Let's go. 行きますね。はい。はい。じゃあ、でもね、強いね。ジャスティン。いや、理由は？ジャスティンだよ。ジャスティン大好きだもんだって。次。おお、でもトゥ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 もかっこいいからね。そうだね。せーの。ちょっと待って。おお、結構かっこいいから。おお。かっこいい。いや、まあ、それやな、それやな。はい、次。ウィル・スミスとドレイク、おお、結構いいね。結構いい感じ、いい感じ。ウィル・スミス。すみません、ドレイクさん。はい、次。おお、あ、でも、菅田将暉強いね。ごめんなさい、菅田将暉。いや、そうとも、そうとも。理由はないと思います。菅田将暉だから。はい、次。なんか、もう、ナピリーとブレディピッチじゃなくて、もう、スンちゃんとブレディピッチにしましょう。困る。あ、そうそうだけど、でもまあナピディにしてもできる。すごい似てるさ。スンちゃんじゃなくてナピディな。あ、ごめん。プレッピー。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。これちょっと迷うんじゃない？逆に。次はチョッペスとボギョンですね。まあ一応チョッペスじゃないけど、あのクラシックオルのチョッペスって感じで。あ、そうそうだね、そうだね。チョッペスのそのよかる。そうそうそう。いやー、チョッペス。ボギョンちゃん、すみません。仲間だ。仲間だ。はい、次。おお、チャスンゴとハジョンゴですね。はい、すごい落ち着く感じの二人ですね。ハジョンゴ？ハジョンゴなんだ。なんで？理由は？演技が良かったかな。ちょっと苦労すみた。はい。ね。次。다음은심아 私が選ぶか。これ。양세형と박재범でした。박재범。理由はなし。せーの、次。次。結構。おお。じゃあ、いやでもでも須田ちゃんです。まあそうですね。8강だって8강。次。おお、結構強いんじゃない？じゃあブレッド・ピットさんとブレピとジェイ・パーク、パク・ジェボンだね。ゆかパク・ジェボン大好きだから私も好きですけど。辛い。調子乗ってんだね。合わせのね、これすごい幸せかも。あれだけでも。ワールドカップってすごい幸せ。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。おもろいっすよ。でもこれ一個選択したら他の人落ちちゃうやろ。なんのその優しさ、また。そこだけ日本人だね。あのね、ゆかが疲れたの。うん。まあすごい疲れて、仕事終わって、家帰るの。で、家帰って、ただいまーってやったとき、誰がいたほうがいい？わかった。選んだ。な？ブラピー！ああ、やっぱ、そのイメージだからかな。かもしんない。なんかゆかは安定感がすごい好きだから、うん、そうだったら普通の60歳のおっさんがいいんじゃない？へえ、だから若い時はパクチャボンがいいんだね。でも結婚しても今また安定感が好きですね。キッチンにいてほしいから。はい、次。ああ、パクポゴンとハジョンゴですね。パクポゴンかハジョンゴ。はい、せーの、パクポゴン。早い早い、すいませんね。安定感って言ったけどね。でも安定感じゃん。ああ、サガン、サガン、サガンですけど、ちょっと待って、ジャスティン・ビボとチャック・ベスだ。うわぁ、ジャスティン・ビボとチャック・ベスはすごいよ。じゃあじゃあ2人とも外人だから、うん、あのユカが前ニューヨークで一番行くとこはどこですか？うん、ブライアント・パーク。ブライアント・パコ？ブライアント・パコ？パク？パク？うん、じゃあ、あ、まあ、日曜日にですね、うん、ブライアンパックにおしゃれちょっとして弁当持って、中のソーセージパンチャンネル見学を誰と行きたいんですか？でもそっち、そっちになると記憶あるんだよね。あれ、ほら、なになに、ジャスティン・ビーボー？だから、そのシチュエーションだったらジャスティン・ビーボーなの。じゃあ、じゃあ、ほな、もし普通にデートする、明洞で。今日明洞で会おうねって言って、普通になんか映画も見るし、パコンも食べるし、二人でコーラ飲むし、なんかそういうでやったら映画見て
パッて見たら誰？本当につらい。じゃあだから映画見るの今こうやって映画見るの、あ、おもろいぞ、うん、おもろいって言って優香って言って優香がパッて見たら誰がいてほしいの？そういうシチュエーションだったらジャスティン・ビーバーなんだけど、本当に私が好きな感じで、しかもゴシップガールの着バスでしょ。着バス、すげえ着バスそうなんだ。そうなの、本当にあのゴシップガールの着バスはタジョンマゲとかじゃない、なマジマゲ。本当ですか、いいんですかなんか本当に51%と49%、なんかその 1% のあれだね、うんうん、はい、次ほぼ결승이었어요이제다음なんかまあまあすごいはっきりするね。そうだね、ブレッド・ピッツとパッポゴン、まあ、せーのブラピー。あー、そっか、やっぱりね。次、おお、え、マジマギは濃い、エレラン、マジマギなむもんで濃い。じゃあ、いじチョクパスと須田まさき、すごいね、これも。いやチョクパスすごいよ、須田まさきの最近の差がすごい。え、どうなってんの？決めた、決めた。え、もう決めてんの？せーの、須田まさき。この子はさ、はい、海外の俳優さんをいぎる魅力です。おー、チョクパスをいぎるまんくん。例えばね、うん、結婚式を開けました。結婚式のドアをパーって開けて、そっちにいる男は誰？スーニーちゃん。ちょ、いやいやいや、今ひっくり返してほしいけど、ひっくり返して戻りたいけど、ね、あ、じゃあじゃあ、じゃあ誰？パーってやったら、うん、でもそれは着バスよ。え、どっちやねそのシチュエーションはね。だから結婚…だって須田まさき細いんだもん。痩せれや、ちょっとそれまあいいや、ちょっと直感ね。え、直感ね、直感ね、直感ねって言ったじゃん。直感、直感、直感、あ、直感、直感、うん、直感ね。え、どっちやねん、お前が直感、お前がどっちやねん、直感ねんか、直感か、どっちやねん。あ、あ、はい、以上、教室。せーの、わー、これが教室になったんだ。最後だから、いい、なんかタイに行きます。すごいいいとこ、タイとか、すごいハワイとか、うん、いいホテルがあって、で、ヨンジャンガッソ、プルジャンガッソ、で、ユカはベンチですごいインスタとかやってやって、で、プルにパーってやってパーってやって、出た人は誰？ブラピブラピってなんだブラピなんだ。ブラピ、やっぱブラピはこの、しかもリーズシジャレ。そうそうそう、文字量文字量。最後の結果はブラピ、ブラピでした。いや本当にどうでしたか。じゃあ、じゃあ、あの、ソガンハンマディヘジュスヤ、すごい행복하고、はい、좋았습니다。뭔가사람들의의견없이제가다걸을수있는거잖아요、うん、이런기회없잖아요진짜。なんか何、なんかホストパイてる、なんかあ、ほんとだ、そういうふうな顔やめてほんとだ。はい、감사합니다。나와주신여러분、골라주신순ちゃん、はい、모두모두감사합니다。じゃあ、ゆかちゃんの最後の이상형はブラピでした。どうした、はい、おめでとうございます。じゃあ、まあブラピですけど、現実はスンちゃん、いいんですか？めっちゃ低くなってるさっきまで5やったのに、ブラッド・ピットの時のテンションが、スンちゃん、うん、4にいた4にいた、はい、저는スンちゃんに좋습니다。그러면오늘도마지막까지봐주셔서감사합니다。はい、우리는다음スンちゃん상현월드컵을하도록할게요。楽しみだぜ、기대해주세요。せーの、インスタグラムと、ツイッターのフォローと、チャンネル登録もお願いします。부탁합니다。감사합니다。구독부탁드려요。다음영상에서봐요。안녕。